にちは、福本自動車です。今日ですね、スピーカー、これね、いただきもんなんですよ。持ってきて、置いていったんですけども、大丈夫？なんで置いていったん？これ大丈夫？パクってきたんちゃうわね。動画にして怒らへんわね。大丈夫ね。ケンウッドの KFCRS163 ケンタッキーフライドチキン、これ調べたらアマゾンで1万円弱ぐらいかな。わからん、これもう古いんで、もう同じの売ってないんですけどね。さあ、こんなものを、これだいぶ長いこと棚の上に置いてあったんですけども、ほこりかぶってあったんですけども、こんなものをいつまでも棚に飾っとっても仕方がない、仕方がないっちゅうんで、うちのシエンタにつけていきましょう。さあ、うまくつくんでしょうか。それではよろしくお願いします。はい、それではまず開けていこうか。開封てか破れてるしね、これ大丈夫かね。お、説明書ね。わー、一個開けてみようか。パリーン、おう、かっけー。よーし、これをつけていくぜ。大丈夫？曲がってんで。こっちは？ほら、やっぱりこれちょっと曲がってるよ、端子が。後で何とかしよう。はい、それではですね、まず準備をいたしましょう。まず元々のスピーカーの音をよく聞いといて、それからスピーカーを変えた後、音が良くなったかどうか聞いてみたい。こんなんでもわかるかね。PCM レコーダー、これで録音しますね。助手席に置いて、これであなたの耳に届くかな。で、まずやっぱり前のスピーカーを変えますんで、フロントいっぱいに振っといて、これでいいかな。はい、それでは出ました、寺町ストリートバンド。これをかけていきましょう。ある程度ボリュームを上げないとね。ちょっとうるさい、ね。これでちょっと準備します。スタート。アスファルトはみんなのキャンパス、どこまでも道は続いている。ケンウッドで変えた時点でかなり音が変わったんですよね。結構ね、低音が出るようになりましたね、前より。よし、じゃあやっていきましょう。ドアの内張りを外していきましょう。ここにネジがあるんで、これを外します。この中にネジがあるんで、これを外します。ここの三角、これ邪魔になるんで外します。おりゃー、よし、外れた。こんなクリップついてんねん、これが結構硬い。樹脂のクリップ、これドライバーでくるっとやれば外れるはず。くる、これが外れた。はい、外れました。もう一個くる、はい、外れました。そしたらあとクリップで止まってるはずなんで、こういうので外していきますよ。いけー、頑張れ。多分外れた。スイッチのソケット、手の方が外しやすいか。外れました。オッケー。はい、そしたらスピーカーを取り外す。あれこれリベットやん。こんなとこリベット使ってんの？これどうやって取んの？今日はもうやめとくか。よし、ドリルを持ってきました。刃はね、2.5mm。 これどうかな。これ僕も詳しくないんで、やったことないんであれですけども、今時リベットか。これ行ってみようか。どうかな、もうちょっと太い方がええんかな。硬いな、結構。これでどうよ。
全然か、もっと太いのあるかなあかんか。3ミリにしました。よし行ってみよう。これ外しとこう。こっち行ってみよう。これはしかし、まあね、一緒に回ったんやけどね、なかなかいかんね。 3.5 ミリ。あ、取れた。取れ取れ。ああ、なんとか取れましたね。これは取れにくいな。で、もともとついてるスピーカー、軽ー、これ。軽ー。こんなちっちゃい。裏が。裏の磁石がちっちゃい。裏のこれも取らなければ。3.5 ミリか。4ミリでも良さそうやな、だけど。これでも、これ。おう。あかん、よけ取りにくい。あ、取れた。よし、大体予想してたけど取りにくいねこれ。よし、ここにスピーカーを。あれあれ、これ穴大きくて、あれこれどうやってつけんの。こうこんなんよ、ほら穴に入っちゃうよ。ネジが止まりません。諦めようか。はい、というわけでですね、またもや買ってまいりました。スピーカーインナーブラケット、臨場感増強ハイブリッドブラケット、トヨタ用って書いてるから多分いけるよね。アルミダイキャスト振動ちゃうわ、精神ラバー。振動じゃないよな、振動ラバーやったら困るよな。クリアな中高域再生。なんかね、高い方買ってしまったんですけども、送料合わせたらね全然変わらんかったんでね、こっち買っちゃいました。はい、これをいっぺん開けてみましょう。オープン。おー、すげー、なんかお、ずっしりずっしり。ああ、取れた。これがこうか。ずっしりでもないけど、まあちょっとこう質感がありますね。こういいんじゃない。これを貼らないかんねな。これパッキンを貼れって書いてるんですけども、やってみようか。わあ、多分こういうことでしょうね。こんなことやらなあかんの。最初から貼っといてくれたらいいの。毎日ポキッチやな。こういうことか。もう一個ずつあったんで、もう一個貼っとこうか。よし、こういうのスピーカーの裏にも貼れって書いてあるんで、スピーカーの裏にも貼っていきます。こんな感じやな。もうギリギリ外側貼った方がええみたいな。よし、はい、そしたら取り付けていきます。これいいでしょ、磁石。こうやってはい、付属のスピーカー配線が車両の配線と合わないんで、思い切って車両側を切っちゃいます。でないと僕持ってる擬宝珠がこういうのしかないんで。よし、カプラーの爪のある方がプラスだそうです。だから緑がプラスね、青がマイナス。覚えといてね。切るよ。よし、できた。こっちがプラス、そしてこっちがマイナス。これ届くかね。ギリギリ届いたね。
はい、反対側をスピーカーにつないで、よし、ギリギリ、そしてそれ付け完了。かっけー。でも隠れるけどね。はい、すっかり夜になってしまいました。それではお待たせしました。よし、はみんなのキャンパス、これはどこまでも道は続いている。 なんというかね、夕暮れ時、これ参ったな。不機嫌な大人、なんちゅうがいいかな、おじさんも混ぜてと危ない、千鳥足全然わからん。ちょっと時間経ってるしな全然わかれへん、夜なってるのか何なのか、もう後で僕もあの編集やった後でこれ聞いてみるわね。でこれ聞いてわかんのか、僕ちょっと音大きいけど、高評価登録よろしくね、ありがとう。結構ね、あの低音が出るようになりましたね。ちょっと時間経ってるしな。